はい、存じてました、はい、前もお誘いいただいたこともあったりとかして、はい、もちろん存じてましたし、いつもこうこのバンドとこのバンドが対バンするんだとか、まあ、そういう結構驚きのあるイベントなので出れることがすごい嬉しいですね、はい、ありがとうございます。ペペさんいかがですか。私も存じ上げていたんですけど、はい、まさかこの枠に呼んでいただけると思ってなかったのですごく光栄です。それはどういった意味で。それはもうちょっと見れないですからフジファブリックの方と対バンできるとは本当に思ってなくて、すごいありがたいです。私が出会ったのが中学生の時だったんですけど、アニメのエンディングで流れてたのを初めて聞かせていただいて、ブルー、そうです。わー、ブルー。そこからわなんだこの曲と思っていろいろ聞かせていただいてっていうのが始まりで、その時はまだバンドも始めてなくて、でそこから時を経てバンドを始めてっていう形なんですけど、もう本当に長く聴いてきた、聴かせていただいてたので、もうすごいお母さんが喜んでると思います一番お母さんが喜んでそうです。思い出はそれこそブルーを聴いた後にお母さんとライブに初めて行ったんですけどそれはそれは大阪のライブハウスに行くんですけど、はいはい、その時高校生で、学校の終わりでその制服のまま行かないともう間に合わない時間帯みたいな形だったんで、うん、制服で行って初めて見させていただいたんですけど、楽しすぎてもうめっちゃ前に行ってしまって、2列目ぐらいまで行っちゃって、ライブ終わった後出たらスカートが毛玉だらけでしたみたいな思い出はありましたワンマンで、ワンマンでした。ビッグキャット、ビッグキャット、三日月、三日月アドベンチャーだ、ツアーでした。あ、それはそれはありがとうございます。心境はもう緊張してどうにかなってしまうんじゃないかっていう不安と、今日のこの対談、はい、対談が正直一番緊張してますそうね、楽器もないしねなんかこうライブだと一応このやるよっていうアーティストのこの仮面をかぶれるんですけど、対談だと半分素の私がおって半分やるよの自覚もあってみたいな、なんかどっちが出ても怖いなっていうのがあって、ちょっと一番今日が緊張してます。いや、不思議な感じがありますねまあもちろん自分で自分を見ることはできないんですけど、自分も若い頃見てた人たちと対バンして、すごくなんていうか感慨深かったことも覚えてますし、まあそれに近い感覚なんかなっていうふうには思いますけど、なんていうか嬉しいですよ、やっぱ最善まで来てくれるっていうのは僕もその何度か経験があるんですよ、最善に気づいたら最善におったっていう、もう我を忘れて、なんかそういう感じになって自分たちのライブでそういう感じになってくれたっていうのが率直に嬉しいですし、またバンドやってくれてるっていうのが、まあ、僕としてはその楽曲をリリースするときにバンドやろうぜみたいな歌はないんですけど、やっぱりこうバンドマンでいるっていうことに、なんというか自分はこう救われてきてもいるんで、なんていうかバンドって素敵なもんだって僕は思ってて、そういうものが少しでも伝わったのかなっていうふうに今お話を聞いて思ったんで、すごく嬉しいです。お母さんにぜひよろしくお伝えくださいっていうのと、まあ僕らもその対バンでその世代が違ったりとか、そういったアーティストの方とよくご一緒させてもらうんですけど、なんていうかやっぱりステージ上がるとね、まあ、そういうのはあんま関係なくて、その人がそのバンドが出す音っていうのがそのお客さんに届いて、まあ普段見ることのできない光景だったり景色みたいなことが本当にこう自然発生的に
起こるので、うん、そういうことがやっぱりバンドやってても本当に楽しい瞬間っていうのはそういう時に見れるんで、うん、だから今度のライブも野球業の皆さんと、はい、まあ、どんな風になるのかなと思って楽しみにしてます、うん、こちらこそです。そうですね、まあデビューがまあ20代前半で、はい、でまあそんなに全てを事細かく見てるわけじゃないんですけど、今よりバンドはちょっと多かったような気がしてて、いろんなまあロックバンドといわれるバンドとか、まあ、ジャムバンドみたいなバンドとか、まあ、バンドっていう界隈は今より多かったような気がするんで、なんていうかそのこの中で埋もれないようにするにはやっぱりオリジナリティのある音楽を出していかないといけないっていう風なことをすごく考えてて、なのでまあ僕らのバンドはみんなその共通で好きなアーティスト、例えばビートルズとか、あのそういう奥田民生さんであったり、まあそういうアーティストはいるんですけど、その出身地もバラバラだし、ある意味こうルーツとかもバラバラなんで、そこをどうやって融合させるかっていうことを考えてました。で、それがまあ分かりにくいかもしれないですけど、例えばハッピーエンドみたいな音楽を作りたいって言った時に、僕が鈴木しげるさんみたいなギターを弾くと絶対ハッピーエンドにはかなわないとか、やっぱりそこにはなんかこうシャレっ気じゃないですけど、あ、じゃあこういうアコースティックな曲だったら 80s のホール&オーツみたいなギター入れてみようとか、なんていうかそういうカウンターカウンターで作っていく中でなんかオリジナリティがあるものができたらいいなっていうことを20代の特に前半は考えてました。今今年でちょうど5周年なんですけど、うんうん、20周年ってなるとちょっと実感が湧かない、はい、これをあと4回繰り返すっていうのを考えるとすごい、まあ20周年といってもこういろんなことが多分あったと思うし、うん、その苦労をこうこれから経験しつつでも楽しいこともありつつみたいな、そこの現実感はちょっとないですけど、でもすごいフジファブリックがアーティストも大好きな人が多くて、自分の周りにもすごいいっぱいいるし、なんかそういう愛されるバンドみたいな、そういう私の中ですごい象徴としてあって、そこは自分がもし20年後バンドを続けてたらすごい憧れるポイントの一つだなっていうふうに思ってます。ありがとうございます嬉しい、そんな褒めていただけるというか、もしかしたらじゃあやゆよ20周年の時にまたフジファブリック、はい、俺ちゃんは結構おじいちゃんだやってたいですけどね、僕らもね。もうすごい今から緊張してて、メンバーもすごいどうしようどうしようっていう感じで、今絶賛セトリを練ってる途中なんですけども自分たちのライブは結構いつも若いお客さん、若い女の子とかがすごい多くて、同年代だからこそこう結構出しやすい部分とか結構自由にやらさせていただいてるんですけど、まあ、今回は多分なんていうかな、大きい会場だし、フジファブリックのファンの方とかも多分たくさん来てくださるので、なんかその自分たちのファンだけじゃなくてフジファブリックのファンの皆さんにも届くようなライブができたらいいなっていうふうに思ってます。リスペクトというか、それがフジファブリックの皆さんにも伝わるように全員でちょっと今取り組んでる途中なので、なんか最後には妹として妹師匠として師匠、それぐらいの関係性になれたらすごくありがたいので、そこを目指します。どうですか、まあ、まあ僕らはまあその今年初めてのライブにもなるっていうか、そうなんです。だからちょっとあの早くライブやりたいなみたいなところも
あのフラストレーションまではいかないですけど、早くやりたいっていうふうに思ってますし、なんというかとても、まあ、抽象的な言い方をするとめちゃくちゃこうアルバムを作ってあれもやりたいこれもやりたいっていうようなところで、まあふつふつとこうなんというかいい状態にあるというか、なのですごくいいライブになるんじゃないかなと、いい状態でライブができるんじゃないかなと僕は思ってるんで、まあ、そういう姿をいろんな方に見てもらえたら嬉しいなと思います。どうですか、あの妹を目指すと。妹を目指す、なんか初めて言われたんでどういうことだろうと思いながら、でも僕もすごいライブが楽しみだし、そのペッペさんがそのマーシャル使ってるんですよね、はい、なんて言うんですかね、あれマーシャルって音でかいんですよ、アンプで言うと。映像を見せていただいて、いろいろドーンといかつい音出してて、なんかそういった音っていうのを僕は英雄のステージで浴びたいと思いますし、なんていうか、まあ、勝ち負けじゃないですけど、その日僕らもなんかラウドな音楽ができたらいいなっていうふうに思ってます。ギター、うん、私もギター弾かせていただいてるんですけど、うん、ギターに関してなんですけど、はい、ギターソロ、うん、俺って、うん、ライブ中に言いますね、おっしゃってるのを何度か拝見させていただいたんですけど、はいはい、あの経緯って何かあるんですか？僕はそのもともとまあギタリストとしてデビューして、で途中でまあ歌うことになったというか、歌うっていう風にして続けてきてるんですけど、あの他のまあ加藤であったり金沢であったりっていうのは僕はいつも紹介するんですけど、全然紹介してくれないなっていうのがあって、そう今言ってほしいみたいなタイミングで言ってくれないから、もう自分で言うと思って、そうそれが経緯です。なるほど。でも私はそれが逆にかっこよく見えてます。本当ですか？なんか自分でこう俺って言って弾いてるのがかっこよくて、なんかこっち見ろみたいなね。そうだから今から俺が弾くぞみたいな感じがめっちゃなんかかっこよくて、いつかやりたいなと思ってたんですけど。やってください、やってください。実はメンバーが言ってくれなかったっていう。そう、メンバーが言ってくれなかったんですよ。言ってねって言うんですよ。しかもこれちょっとそうなんですか、こういうソロとかあったらなんかこうなんか偶発的に生まれるアレンジとかの中で、例えば大ちゃんが、お、すごいいいフレーズ弾いたなっていう時、あなた大好きとか、希望のあなた大好きとか言って、なんていうかお客さんも拍手しやすい空気になったりするっていう。で、ギターソロの後って大概、僕はその歌を歌うっていうことが多いんで、ソロの後は言えないんで、だから大体ソロ弾く前に、もうギター俺って言っちゃうっていうのはありますけど、まあまあ。あのそうですね、まあ、周りのメンバーがちょっとぼーっとしてたっていうこれも偶発的に生まれたものですね。いや逆にいい感じなんで。飲んでいいですか？はい、スーパーエナジー。すごいよ、彩りも鮮やかで、もう鮮やかな味しますねすげえ鮮やかな味する。こちらも山内さん考案という認識で？そうですね、はい、あのメンバーで LINE をグループでやり取りしてこれがいいんじゃないかって言ってやったんですけど、やっぱりエナジードリンクが入ってるっていうのはいいですね、はい、あの何ですか、リキッドルームも結構熱くなると思うから、うん、これ飲んですごくが盛り上がってもらえたらいいなっていうふうに思いますけどね。ありがとうございます。ちなみにペッペさんのドリンクは、はい、プールっていう楽曲があるんですけど、はい、そのミュージックビデオ風の色味にしていただいてるみたいで、なんか本当にこの緑と赤みたいな照明を使って MV なんで、うん、私たちも同じく LINE で、うん、ね、LINE でやるよねどれがいいかなみたいなんで選んで決めました。よかった、世代が違っても一緒で安心しましたじゃあ中はどのようなものか、下の赤いのは？赤いのが、はい、グレナデンシロップ
へぇウォッカ、はいはい、上がメロンソーダ、おぉらしいです。全然僕らのより大人っぽいっすね。ライブホリック、出させていただくんですけども、やゆよの皆さんと一緒にかなり熱いライブになると思います。このなんていうんですか、ドリンク、これエナジードリンク入ってるんで、これで補給してもらって、まあ僕らフジホリックとしてもとてもアグレッシブなライブをやりたいなと思ってますので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていてください。ありがとうございました。ありがとうございました。